ダグラス軍は、アメリカ合衆国のサウスダコタ州にある軍。2000年時点の人口は3458人で、軍庁所在地はアーマー。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1124平方キロメートルである。このうち1123平方キロメートルが陸地で、2平方キロメートルが川や湖などの水地域である。 総面積のうちの0.14%が水地域となっている。この軍は下記の14軍区からなる。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ダグラス軍には3458人、1321世帯、及び947家族が暮らしている。人口密度は3平方キロメートルで1、1 平方キロメートルの平均的な密度2453件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人98.06%黒人0.06%先住民0.98%アジア系0.14%その他の人種0.12%及び本欠0.64%で0.38%の 人々がヒスパニック、またはラテン系である。軍の住民の43.0%がドイツ系、37.3%がオランダ系移民の子孫である。ダグラス軍に住む1321世帯のうち 32.、32.20%は18歳未満の子供と暮らしており、65.40%は夫婦で生活している。3.60%は未婚の女性が、 世帯主であり、28.30%は家族以外の住人と同居している。26.80%は特許で、全世帯の15.40%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.54人であり、家庭の場合は3.10人である。 軍の住民は27.70%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が4.90%、25歳以上44歳以下が22.40%、45歳以上64歳以下が22.40%、および65歳以上が22.60%となっている。平均年齢は42歳である。 女性100人に対して男性は9 5 1例に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は9 2 3例に見える。軍の接待ごとの平均収入は28,478ベードルで、家族ごとでは33,935ベードルである。男性の25,425 25ベードルに対して女性は18,309ベードルの 平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は13,827七米ドルである。総人口の14.60%、家族の12.20%は貧困線以下である。18歳未満の子供の16.80%、及び65歳以上の14.90%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。